はい、てんで進藤辰巳のゴミラジオ始まりました。バカよあなたは進藤辰巳です。おなげにナンバーワンザ・ W 決定戦の2023が無事終了しまして、優勝は紅生姜ということになりました。やっぱすごいですね。まあね、あの YouTube で散々言ってましたけど、まあ今年はもう紅生姜優勝するんじゃないかということで、まあ、だいぶ早い段階予想はさせていただいて、生配信とか見ていただいている方はまあ聞いたことあると思うんですけど、そのぐらいやっぱり紅生姜の実力がありましたという結果にはなりましたけど、いざ決勝を見たら時にこれはいい戦いでしたね。まず A ブロック、マイアンツ、本当に今日の大会のあの流れを作ってくれた、盛り上がるきっかけを作ってくれてた人と言っても過言じゃないですね。やっぱりボケが分かりやすいギャガーだから、まず前座じゃないけど、前座はね BKB さんとレギュラーさんでまた前座というか前説いてくれたんですけど、やっぱりネタが始まる時にちょっとキュッてなっちゃう時があるんですけど、それをちゃんとほぐしてくれながら、ちゃんと最初から拍手笑い何度も取るというのがあって、やっぱマイアンツやっぱすごいなという、進化系ギャガーということでね、ストーリーの中でのネタでも笑わしながら、そこに付属する関連ワードで逆にどんどん変えていくっていう、すごい高等技術のギャガーだったのかなっていう、ギャグ界のその進化を見せてくれたのがマイアンツなんじゃないかと。やっぱ女性芸人にはやっぱ面白い人多いですんで、春風に次ぐ、まあ、芸歴1年目なのに、養成所昨年卒業したばかりなのに、漫才でどしどし笑いを取って、なんとあのすっごい受けてたマイアンツに勝つというこれ大進撃ですよね。1年目、この前まで養成所いたんですよ。で養成所中に M1 グランプリ3回戦行ってんですよ。やっぱり漫才のもう血が流れてんだろうね、この人たちは。 やべえな、春風に次ぐ、これどうなっちまうんだっていうドキドキ。そして次、春風に次ぐ VS スパイクになるわけ。スパイクも準決勝圧倒的に受けてたから、これも優勝候補なんじゃないかってささやかれてはいたんですよ。確かに優勝候補って、僕はもう紅生姜って決めてたんで、優勝候補スパイクだって言われた時にこれは否定できないと、すっごいしっかり受けて、ここ 2,3 年は特にスパイクのザ・ W の予選の受け方が半端じゃない。そして予選を見て一本目見た時に、うわこれはバケモン現れたぞと。スパイクはもともと知っていたけど、よりネタの切れ味と2人のこの設定に合った特殊なコント、斬新な設定選び、かつ小川さんの生かし方、これも全部が噛み合ったんじゃないかっていうことをね、これは1本目のスパイクの値段はね、名作でしたね。で次で、スパイク VS ヤスコになるわけですよ。ヤスコがね面白かったね。あんだけ売れてんだったら、ひょっとして決勝に上がったのもやっぱ売れてるから下駄履かしてもらったんじゃないかなって思う人がいたと思うんです、決勝見てる人なんで。やっぱり僕は予選から見てたんで、今年のやす子のネタはやっぱり毎年ね、あの予選出てるんですけど、出来が一番良かったのよ。で出来が一番いい時に上がってるから、ちゃんと評価されて、ネタで評価されたと、まあ、回文をよくやってる中で、回文もさらにブラッシュアップして、準決勝からさらに良くして、営業とかでもネタをこのネタをかけてとか、営業なんて賞レースのネタかけないのよ。なのに忙しいから、ライブ出てる時間ないからっていうので、営業とかでもネタかけながらやって戦って、これはどっちだっていうぐらいの出来になってたんですよ。でも今回スパイクのネタの出来が良すぎて、ちょっとスパイクに軍配が上がってしまったということで、 A ブロックの勝ち抜きはスパイクで、 B ブロックですよ。で一発目でハイツ友の会、ハイツ友の会は初めてかな、決勝に来たの。いつもすごい面白いんですけど、なんとかギリギリ落ちてしまうなんてことがありまして、今回で一発目がハイツ友の会 VS 紅生姜だったの。ハイツ友の会もコントで参戦して、紅生姜もコントで、両方とも漫才師なんですよ。漫才師なのに、言葉選びの絶妙な、設定選びの絶妙な、配役の絶妙なコントを2組見せくれんのよ。これはどっちもコーツつけがたいぞってなった時に、やっぱ勢いと圧巻、やっぱあと芸歴の差っていうのがちょっと出たのかなと。それでやっぱり芸歴のある紅生姜に行った。
腕もあるし面白いし油も持ってきていて流れもいい劇場向けもいいっていう全条件が今味方についてる紅生姜がこれが勝ち上がってしまった。ハイツ友の会もそれに近い状態があったんだけど若干遅れを取ってしまったのかななんてのはちょっと思いましたね。で続きまして紅生姜 VS 変歩町長、ついに変歩町長久々の登場です。 M1 グランプリでね久しぶりに旧 M1 グランプリ出ててなんだこいつらアマチュアで決勝に来てたってね度肝抜かれたんじゃないですかね。結成すぐに決勝に上がってきてもう天才と言ってもいいぐらいの、でもフラフラしながらなんかそんなに漫才に熱量はないように見せるんだけどずっと漫才は続けててラストイヤーまで M1 グランプリに出て次の年は何も出なかったっていうことでフラストレーション溜まったんでしょうね。 M1 グランプリは一切出てないのについにザダブルに出るようになったんですよ。それが去年からですよ。で去年出て悔しい思いをしてで今年参戦してまた決勝に行くという M1 の時と一緒じゃないですか、ね、初年度敗退して次の年決勝行くと言ってやっぱりね変歩町長の才能の素晴らしさっていうのがやっぱりここでもやっぱすごい人たちなんだねって改めて見させていただきました。でその代わり相手は全条件が今乗ってる追い風の紅生姜が負けてしまうんですね。あの変歩町長がうわーすごいな、毎年賞レースの時だけ出てくる化け物の変歩町長紅生姜がこう絶妙なコントに薙ぎ倒すという、これは震えてくるよね。そして次は紅生姜と梵天、梵天も芸歴2年ぐらいですよ。2年の中では日本一クラスの面白さがあるんですけども、相手が紅生姜だった、ちょっと飲まれちゃったかなっていう空気があって存分に面白い感じで自分らの空気感とペースとキャラ出してやったんで特にあの梵天にミスはなかったと思うんですよ。でもその前にやった紅生姜の圧巻のネタの前ではちょっと勝てなかった、ませなかった。ただ今の梵天の環境ってすごい素晴らしいしネタ選びもネタの作り方も技術も存分にすごい、ただやっぱり全て条件の揃ってる今紅生姜にかなわなかったっていうだけ。梵天もめちゃくちゃ面白かった、そして勝ち上がりと、で A ブロックがスパイク、 B ブロックが紅生姜で C ブロックですよ。これも全員売れてんのよ。まず一発目が 初代のチャンピオンユリアン・レトリーバーです。レトリーバーかね。そしてアーシラキ、これはもともとね2018年ぐらいにバトルしてるんですよ、ユリアン・レトリーバー VS アーシラキ。そこでもユリアン負けて今回も負けたという、2回連続でユリアンはアーシラキを勝ててない。要するにアーシラキは過去でザ・ダブルに2回しか決勝に行ってない。要するにそのザ・ダブルに2回ともアーシラキに負けるってことは一度もアーシラキには勝ってないことになるわけです。なのにチャンピオンっていうこの悔しさね、アーシラキの前では勝てないのかっていうので、まず一戦でユリアン対アーシラキでアーシラキ勝つんだよ。これはひょっとしたらもうアーシラキの優勝流れあるんじゃないという空気感があるわけ。その後でボルジュクがやっぱりすっごい売れてるわけじゃない。で3人漫才はめちゃくちゃ面白い。で今回から4人で参戦になったっていうさ、ボルジュクが散々見倒して見られてきた3人漫才で1人追加することでまた鮮度が出るのよね。そしてその中でもみんなの良さは出ながら笑いを取っていくわけ。でも結果が出るまで正直どっちか分からなかった。でも受けはやっぱりコンスタントにボルジュクの方が受けてんのかななんてのちょっと思いながら見たら、やっぱりボルジュクが勝っていくわけですよ。でここであのアーシラキを倒すわけ、ボルジュクやっぱ勝ち残り決定なんじゃないってなった時に次に立ちはだかるのはエルフですよ。エルフも漫才もコントも面白いよ、これも流れも来てるよ、テレビでも見かけますよ、ネタいつ見てもすごい受けますよ。このエルフ対ボルジュク、これはどうなるかわからないなって考えてる時にもう皮膚がちょっと興奮して鳥肌が立ってくるわけですよ、これ。それ戦った時にエルフがコントをやり、これしっかりとよいしょよいしょで、ダーン、ダーンって受けると。ザ・ダブルってこんなにしっかりお客さんついてくるのぐらいな、なんか目を疑うんですよ。
うわ、これは魅了されたと。魅了という言葉はエルフのこのネタのためだけにあるんじゃないかと思われて、して勝敗決めた時にやっぱエルフが勝ってしまうんだよね。ザ・ダブリすごいな。ボル塾も結構すごい漫才やってて、その前にああ白木も負けてる、ああ白木もこうひょっとしたら優勝するんじゃないかぐらいの、それこそユリアンを倒してる、それをどんどん倒して、その後からどんどん強いのが出てくる。なんだこの大会は、これ台本あんのか、これ生じゃない収録なんじゃないかと思うぐらいのこう戦いが行われるんです。うわ、今回はエルフがすごかったなって思ったら、いや違うんですよ、これは1回戦なんですよね。最終決戦がある。そう、あんだけすごいネタをやったスパイク、そして紅生姜、そしてエルフの戦い、これもう三者三様全然違うタイム、そして全員が優勝候補なんじゃないか、これ近い将来全員チャンピオンになってるんじゃないかぐらいの出来を見させられた後、これは勝敗つけんの酷だな。でまずスパイクがやるわけ、やっぱしっかり受けるとね、面白いな。しかもネタもまとまってましたよね。足黒いの汚いと。このコンプライアンスの時代、綺麗に全部かいくぐって中で人をなじるっていうくだりもあると。人をちょっと下に貶めてるんだけど、コンプライアンスが全く引っかからない。しかも、コントのシステムというか構成すごいしっかりできてる。これは優勝後なんじゃないと見たときに、次は全ての条件が備わってる紅生姜だと。紅生姜またくだらないネタをやるので、人の目に意外と皆さんが共感しながら気づい、ネタの設定であまりないと。ね、パンツ見えっぱなしですよみたいな、意外と戦後なのぐらいのネタにも見える。しかもでも近代的でもある。すごいわかりやすい。二人のキャラクターが立ってる。で、どんどんお客さん笑ってくる。あれ？これ。無駄なところがないってある時気づくわけです。え、これとスパイク、これ頂上決戦じゃないかってなった時に、エルフがコント、今回ずーっと、漫才は変歩調調ぐらい、他が、あとボル塾とかもいましたけど、ボル塾じゃない、あ、ボル塾もいたか。ボル塾も意外といるか。でも今、最終決戦はね、スパイクコントと。で、弁償コント。で、最後、エルフが、最初はコントやった時、2本目で漫才やってから。流れ的にこれ漫才だとまずいんじゃない、大丈夫なのと思ったら、この今回の大会で一番笑いを、漫才で笑いを取るわけです。これエルフだって思うわけですよ。いや待てよ、紅生姜もすごい面白かったぞ。いや待てよ、スパイクもすごかった。これどうすんの、本当わからないわからないと思った中で、結果紅生姜になるという、これは誰が、これね、誰が予想したことか。予選のもともとね、紅生姜こそ予想していましたけど、こう大会を見る限り一組一組が強すぎて、あれこっちなのこっちなの、こっちが優勝候補、こっちが優勝候補って毎回更新していくわけです。その中でも紅生姜がしっかり残っていく。そんな中で紅生姜でぶつかったらどうなるんだって怖くなるぐらいの強いネタの人もいる。そんな中で最終的に紅生姜が優勝する。これはやっぱり流れが来てるとしか思えない。紅生姜は実力だけじゃない、風も来てる。もう紅生姜が今年1年で圧倒的に売れるっていうのは決まったっていう決定打となった大会でございました。いかがだったでしょうか。 THEW2023 優勝は紅生姜でした。めちゃくちゃ面白かったですね。以上、新田積みゴミラジオでした。ありがとうございました。